言わない。ひなのと近いなの。ひなのと前よりかはめちゃくちゃ近いね、うん、前はひなのと数学的な距離もあったし、やっぱ心の距離もあったんだけど、やっぱり今もう V スポにデビューしても1年が経ったじゃないですか。もう心の距離マジで3センチ、マジで3センチ。今日も朝からずっとひなののキャス聞きながら片付けしてた。ひなのがさ歌の練習してたの、歌の練習、うん、それを聞きながらずっとお片付けしてた。コメントしたいなとか思いながら、そうなんか歌の練習だからちょいちょいね、あのなんだっけあの歌、あの歌、ただそれに咲く喧嘩、ただそこに愛を落としたみたいなあるじゃん、禁酒の時を、残響参加か、残響参加歌ってて、で残響参加の音程をまだひなのが覚えてなくて、あーかわいいな、覚えてないんだ、うわーそこはこういう、そこはこうだよってコメントしたい気持ちを抑えながら聞いてた。